性の方がまず来ていただいてまして、なんか申し訳ないぐらいですね。本当始まってから挨拶しようと思っていたんですけども、骨損科の片岡と言います。東京モーターサイクルショーは3年ぶりの開催ということなんですけども、実は6年前にでですね、私も、ワンポイントレースちょっとやってまして、6年ぶりにまたこちらの所属に帰ってきましたということで、最初に言っておきます。以前は白バイでジャンプをしてた人ということで、もしかしたら記憶にある方いるかもしれませんけども、今日飛び合わせるのでねそこ期待、されずちょっと困るなというふうに思ってるんですけども、まあその分ですね、もう少しこうテクニカルなことをですね、説明していきたいなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。というところで、時間になりましたので、障害隊のワンポイントレッスン始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、先ほども言いましたけど、3年ぶりの東京モーターサイクルショー、開催ということでですね、またこういう状況下で、このモーターサイクルショーを開催するにあたってですね、非常に関係、各所の方は、ご尽力されたんじゃないかなというふうに思います。その困難を、乗り越えてですね、こうして盛大に開催していただいたことをまず感謝したいなと思っています。それから毎回なんですけども、警視庁のですね、事故防止ということで、警視庁のブース、アトリウムの方にありますけども、所長の方とそれから交通安全教育のステージ、そして、クイーンスターズのドリル倉庫で、あと、白バイ隊のワンポイントレッスンっていうですね、時間を割いていただいていることに対してもですね、心から感謝したいなというふうに思います。オートバイのユーザーさんにですね、直接こうやって、しかもこれだけ大勢の方にですね、直接こう我々が交通安全を伝えるっていうことはなかなかないんですね。本当にもう1年でこの機会、大事な機会だなというふうに思っております。で、ちょっと最初にですね、3つだけまずは事故防止というところでですね、お話しさせてもらいたいんですけども、一つはですね、交通事故死者数全体の中でですね、二輪車の占める割合の話なんですけども、全国平均でいくとですね、大体 16% ぐらいですかね、17.6% というのが全国の平均です。交通事故死者数の中で、二輪の方が亡くなっているという割合なんですけども、東京都内はですね 26.3% と、これ去年の数字なんですけども、何が言いたいかというと、東京都内結構二輪の危険地帯だと、これちょっと認識してハンドル握ってもらいたいなということですね。でそれがまず一つです。もう一つはやはり、致命傷の部位なんですけども、頭部ついで胸腹部というところで、このカバーするものとしてプロテクターしっかりつけていただきたいな、私もこれ、中にプロテクターが入ってるんですけど、それをねしっかりつけてもらいたいな。でもう一つ、がですね、ヘルメットのあごひもなんですけども、二輪の死亡事故の中でヘルメットが、外れてたと、亡くなった時にですね、行ったらヘルメットが脱落してたというのが大体 37% ぐらいの方が外れてる。これしっかりあごひもを締めてほしいということなんですが、私ちょっとこういうのを考えててですね、もしかしたらあごひもをですね、きちんと締めてない人が事故に遭いやすい運転をしてしまうんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、あごひもをきちんと締めて普段乗ってる方はですね、逆に運転の方もしっかりしていて、
事故には遭いにくいんじゃないかなというふうに思いますので、まず、この3つですね、ちょっと頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。さあ、それではですね、ちょっとオートバイの扱いというところで、入っていきたいと思うんですけども、ここ、1300cc の白バイなんですが、まあ、重量として300キロ超えます。で、こういうよく、免許取って曲がない人はこういう大きなオートバイとかっていうのは非常に扱いづらいということで聞くんですけども、まあ、押し引きにしてもそうで、取り回しですね。で、そこで一つですね、ポイントになるところが、実はどんなに重たいオートバイでもまっすぐ立ってる状態というのは軽いんですね。片手でもこう押さえられる。指一本でも抑えられる。ちょっと集中しますから黙りますよ。どうでしょう。ありがとうございます。よかったですね。この状態で押し引きをしてあげると実は楽ですよということなんですね。できるだけ立てた状態で前に押す、もしくは後ろに下げるということなんですけども、ただですね、これは微妙なバランスなので、もしかしたら反対側に倒れてしまうという恐怖心が多分あると思うんですね。で、そういう方はですね、慣れるまでは腰にこうちょっとシートを当ててあげればいいです。で、その状態で前に押す、後ろに下げる。で、今ちょっと、分かりましたかね。私フロントサスペンションを沈めてブレーキを離す瞬間にその跳ね返りを利用してバックさせてたという。微妙ですよね。遠くの方ちょっと見えにくいかもしれませんけども、もう一回やりますよ。こうすると押し引きの切り返しが結構楽です。まあ、こんな微妙なポイントなんですけども、オートバイの扱いに慣れてる人はそういうちっちゃなところを利用して、実はとても楽に、車両を動かしているというところがありますので、これも参考にしてもらいたいなと思います。で、次にですね、まあ、乗り込む時ということになりますが、これはですね、ハンドルを右に切って乗り込む方が楽です。これなぜかというと、ハンドルまっすぐの状態で乗り込もうとすると左の手が、まあ、特にこういうアップハンドルのオートバイなんかはそうなんですけど、左手が邪魔になって体がまたがりづらいですね。足にまたがりづらいです。右にハンドルを切ってまたいであげると楽ですよ。で、降りる時もそうです。右にハンドルを切って降りてあげるというのが楽だということですね。よろしいでしょうか。それではいつまでもエンジンかけてないと皆さんもね、退屈するでしょうからエンジンかけていきますが、これも言っておきます。地味なワンポイントレースです。その代わり、結構奥が深いですから、よく皆さんもですね、ちっちゃな動きに目を凝らして見ていただきたい。で、特に最初はアイドリングだけで走行します。で、そこはですね、何を見てもらいたいかというと、クラッチです。クラッチ操作、多分オートバイにまだ乗り慣れない人っていうのは切る、つなぐ、切る、つなぐっていうのを結構大きな動作でしてしまうんですけど、まあ、後で近くに来た時に確認してもらいたいんですが、私も切る、つなぐは微妙にするんですけど、多分ほとんど動いてないように見えると思います。
で、前に出るとかブレーキをかけるっていうのはリアブレーキですね。これを低速の時には使っているということになりますので、その辺も合わせて見ていただきたいと思います。できるだけ、皆さんの近くでですね、発進停止をしてみたいと。これ右手一切使ってません。これ1300という、大排気量でトルクがあるからできるっていうところもあるんですが、いろんな車両で私やらせていただいたことあるんですけども、原付はかなり、クラッチ操作、難しくなりますが、125とか250とかですね、どの車両でもできます。でクラッチ操作うまくなりたいなと思ったらですね、こういうアイドリングでの発進停止っていうのをやっていただくとうまくなるんじゃないですかね。今ちょっと切ってます。はい、つなぎました。多分皆さんの位置からは動いてるのはほとんど見えないと思います。この微妙な、見えないですからね、すいません。でもこの本当に少しの動きが大事ということですね。すいません。で次はですね、8の字をちょっと書いてみたいと思います。でアイドリングで十分走行が可能だということですね。今ブレーキもハンクラッチも使ってません。でこの時は何が大事かというと、余計な力をハンドルに加えないということが大事ですね。であと胸とハンドル、胸とハンドルの向きが同じになるように、しっかり上半身を行きたい方向に向けてあげるということですね。オートバイって結構自分で、バランスも取ってくれますし、そういったものを乗ってる人が邪魔しないようにしてあげる。どうしてもガチッとハンドルに、しがみつく、もしくは抑え込むような、走りになってしまうと、内側に切れ込んでしまったりですね、そういう状況になってしまいますよということですね。で例えば、試験場とかですね、教習所にある、パイロンスネーク、パイロンスラロームと言われるようなものですね。これも、分かると思いますけど、全然アイドリングだけで実はクリアできると。ハンクラッチも何も必要ありません。今これ6メーター、だいたい6メーターぐらいの間隔なんですけど、もっと狭い。今この下の印3メーターなんですけど、こういう感覚でも大丈夫ですね。でこれは何、きっかけは 何をしているかというと、これはさすがにちょっとハンドルをしっかり切ってます。今押してます、押してます、押してます、押しと引きを、同時にやってるっていうような形ですかね。で、そこからですね、アイドリングの状態で今度は
ゆっくり走りますかね。一本橋、まずは、着座で行きたいと思います。そうですね、この、灰色の目印があるので、これを一本橋と見立てていくと、こんな感じですかね。これも本当にクラッチ操作微妙にしてます。それからリアブレーキも微妙に使ってます。はい、一本橋。でどうしても体を左右にこう振ってバランスも取りがちになるんですけども、そうではなくてしっかりハンドルを切ってバランスを取るということをね、普段から意識してもらいたいなと思いますね。はい、で今度はちょっと、立ち座で、行きたいと思いますかね。もう一回行きましょう。この時も、私の頭は揺れてないと思うんですけど、膝、それからハンドル操作、これをしながらバランスをとっていく。この時も、微妙に実はクラッチ操作もしてますし、リアブレーキの操作もしていると。多分後ろから見てると、ブレーキランプがついたり消えたりしてるのが分かるんじゃないかなというふうに思いますね。あとちょっとマニアックな方は、私が右にハンドルを切ってる時には右の膝が曲がってる、左にハンドルを切ってる時には左の膝が曲がってるっていうのが分かると思うんですが、立ってる時のバランスの基本は今やってるようなことがバランスの基本になります。で細かく言うと、オートバイも左右にハンドルを切ってる時には左右に揺れてると思います。まっすぐ後ろ、もしくはまっすぐ正面から見てる方は分かるんじゃないかなというふうに思いますね。でこのアイドリングでのちょっと究極ですかね、もっとゆっくり走ってみましょうということですね。集中しないと、いけないので、喋りがおろそかになります。ほぼ、全くの停止まではね、いかないですけど、これもアクセルは使ってません。それでも慌てて急にクラッチをつながないっていうところでエンストを免れているというところですね。
とすいません、全部回ってるとなかなか時間が、はい、なくなってきたので、ちょっと待ちくださいね。これはアイドリングでできる、ギリギリかなというところですね。アイドリングだけでもいろんな操作ができるというのはちょっと分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。それではですね、今度は少し、アクセルを使って、走っていきたいと思います。ちょっと先、最初に完熟をします。滑ってるの分かります？半分わざとなんですけど、滑りやすい路面なんですよっていうのをちょっと分かってほしくて、で私は完熟やるときですね、時々なんですけど自分の体調チェックで、あることをやります。その時の体調、どうかなということで、ちょっとそれ見ていただきましょう。中村隊員、例のものを。飛びませんよ。中途半端ですね。こんなことをですね、その日のありがとうございました、体調チェックで、やったりします。で、例えばあれもっと、5メートルぐらいスーッと下がれる時もありますし、全くもう、斜面に乗り上げた時点で足ついてしまう時もあります。でそんな時はですね、あ、今日ちょっと、体調良くないなということで、注意する、自分の運転に注意する材料にしているということですね。でスーッと5メートルぐらいリバースできた時にはですね、調子に乗るなよと、今日ちょっといいかもしれないけど、気をつけなきゃいけないということで、いずれにしても気をつける材料にしているということなんですけど、皆さんもですね、エンジンかけて最初の、スタートするときに、そういう何かルーティンみたいなものがあれば、その日の運転のチェックになるんじゃないかなというふうに思いますね。参考に。リバースしなくていいですよ。失敗するとダメージ食いますので、よろしくお願いします。それではですね、次は8の字、走行をしてみたいと思います。小池隊員、渡辺隊員、ちょっとですね、協力してもらってやりたいと思います。その8の字はですね、こちらの2本使います。赤いパイロンですね。で、運転の基本としてよく8の字やると思うんですが、でじゃあこの2名のクイーンスターズの隊員は何で立ってもらったか。そこに行きたいからです。私が個人的に行きたいわけではなくて、オートバイをそこの、立ってもらっているところを目印として、アクセルを開けていくということですね。
で、パイロンそれぞれあるんですけど、だいぶ離れてるなというふうに思った方いますか？ありがとうございます。手を挙げていただいて。そうなんですね。意外と大きく回って小さく抜けていくっていうのが、こういうパイロン、使った8の字の基本になります。で、ちょっと最初にですね、初心者が陥りやすい8の字の回り方っていうのをちょっとやってみたいと思います。これはどういうことかというと、はい、倒しました。パイロンめがけて走っていく。そして倒してるんですけど、いつまで経っても寝てる。左右で同じような円を描いてしまうんですね。あまりアクセルを開ける期間が少ない。もうすぐにオートバイが寝てるような状態っていうんですかね。これはいつまでも経っても寝てるっていうことは加速ができないので、あまり二輪にとっては有効じゃないんですね。で、じゃあどういう走行かというと、できるだけ小さく回って向きを変えてアクセルを、小さく回って向きを変えて、この目標が分かっていないとアクセルって開かないんですね。で、二輪の特徴は加速力だということなので、しっかりと直線距離を長くとって加速をしてあげる。で、途中で勢いが死んでしまうと、なかなかね、くるっと回るところまでいかないので、その辺も注意点の一つかなと思いますね。ありがとうございました。で、これで、これを利用して実はパイロンスネークっていうのをやるんですね。で、できるだけ早く、今度はもっと、すぐに目標点が来ますから、それに遅れないようにアクセル操作、ブレーキ操作をしてあげなきゃいけないということになります。アクセルブレーキ、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 アクセルブレーキですね。アクセルブレーキ、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 アクセルブレーキ。まあ、このぐらいの速度であれば、ほとんどフロントブレーキ使わなくてもリアブレーキだけで加減速をしていくというところですね。で、今回フリースターズのドリル走行にもこのパイロンスネークの演技を多く取り入れたんですけども、本当に二輪を扱う上ではですね、基本になります。アクセル、ブレーキ、アクセル、ブレーキのこのタイミングをですね、まあ、ちょっと今皆さんね、だいぶ動画も撮っていただいたと思うので、自分の、運転のですね、ちょっと、足しにというか参考にしていただければありがたいなと思います。で、次はですね、まあせっかくというか、高架不高架滑りやすい路面なので、この今も白バイも全車 ABS が装着されているんですね。で、その ABS の効いてるところを皆さんに見てもらいたいなというふうに思います。で、ちょっと向こうの方からですね走ってきます。で、そこの青いパイロンのところからブレーキを ABS 前方にしっかりかけてみたいと思いますので、その時の挙動とかですね、まあ、タイヤの状況とか、私の、状態、ライダーがどんな形になっているのかっていうのを、見てもらいたいなと思います。それではちょっとお待ちください。
今これ ABS 聞いてる状態ですね。分かりましたか。ちょっとあの点線に黒いタイヤの跡がついてると思います。もう一度いきます。という感じですかね。まあでもこのちょっと不安定なというか、あの路面状況の良くないところで、思いっきりブレーキをかけるっていうところの、ABS がついていれば安心感というところはあるかなと思いますね。で、車の ABS もそうなんですが、車ではよくあの ABS の回避ができるなんてね、CM もやってたと思いますけども、じゃあ二輪で ABS を効かせながら回避ってどんなことになるのってちょっと興味あったりしますか。それをですねこうやってみたいと思います。じゃあちょっと中村隊員セットをお願いします。はい、今まっすぐ走ってきたところ、そうですね、おおむねブレーキかけ始めたところあたりから、ブレーキをかけまして、ここのパイロンを回避してみようということですね。速度はもうちょっと上げても大丈夫かななんて思ってますので、ギリギリ回避できたかな。じゃあもう一度だけ。ですけど、結構オートバイが振られているような状況がありますよね。で、二輪車っていうのは曲がろうとしているときにブレーキをかけるとオートバイがこう起きる挙動になります。で、それも本来もブレーキ目いっぱいかけてると、だから寝ないっていうことなんですね。だから方向性ってほぼつけられないです。そう思っていただいた方がいいですね。で、それを無理やり力で抑えている。まだ、この路面は少し、グリップ力が低いですから、今のような状態ですけど、実際のアスファルトの上でやると本当に力が必要ですね。もう歯を食いしばってぐーっとこう回避するような形になります。で、 ABS 転倒しづらいということで、本当に私も白バイにも全車装備されて本当に良かったなと思ってるんですけども、ただ万能のブレーキではないということですよね。おそらくどんないいブレーキ装置が、開発されても、例えば今で、だいたい65キロぐらいで走ってきてるんですけども、パッとブレーキを踏んで3メーター4メーターで止まれるような装置は無理ですよね。
そこをしっかりと考えていただきながら、オートバイ乗っていただきたいなというふうに思います。まあ、ちょっと最後になりますけども、私もオートバイ本当にね、好きで、乗ってます。で今息子も免許取って、一緒に、時々オートバイ乗ったりするんですけども、あとは親子で楽しむのもいいですし、家族で、夫婦で楽しむのもいい、とてもいいと思います。それから友達とたくさん、ワイワイとツーリングっていうのも非常に楽しいと思います。一人で、ソロでねツーリングするのもいいと思いますけども、全て、やはり安全がねあって楽しめることなので、事故のないようにですね、皆さんそれぞれのオートバイライフを楽しんでいただきたいなというふうに思います。またどこかでねお会いできたら嬉しいと思います。今日は最後までお集まりいただき、本当に最後まで ご覧いただきましてありがとうございました。それとですね、ブースの方に、決勝ブースの方ですね、1階の方にありますけども、またこの後、いろいろ啓発品の、配布もしたい、するようですので、ぜひ、お立ち寄りいただきたいなと思います。今日どうもありがとうございました。またどこかで会いましょう。